鶴岡駅隣の平和の踏切跡地。奥には工事中の公開駅改札口鶴岡駅は、大阪府大阪市安倍野区西田辺町2丁目にある西日本旅客鉄道半華線の駅である。駅番号は JRR23。長井公園の北西角に位置し、同公園内にある長井陸上競技場、長井球技場の最寄り駅となっており、ここを本拠地とする、 J リーグセレッソ大阪のロゴやチームカラー、所属選手の写真を使った装飾が2009年から行われている。改装費はセレッソ大阪の運営会社である大阪サッカークラブが負担した。地上時代の鶴岡駅の所在地は東住吉区山坂5丁目だった。鶴岡駅周辺では半和線は東住吉区と安倍野区の境界線に沿って走っているが、 高架化工事のために作られた線路や駅舎は、安倍の区側にあるため、高架化に伴って、駅の住所も安倍の区に変更された。島式ホーム2面4線を有する高架駅で、ホーム庁は6両分だが、対比線の長さは、半和線の最大両数である9両分ほどある。かつては、相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、2004年10月16日に、上り線が高架化。 2006年5月21日に下り線が高架化された。地上駅時代は普通の特急や快速の通過待ちを上下線とも隣の長い駅で行っていたが高架後はこの駅で行うようになった。堺市駅が管轄している直営駅で JR の特定特市内制度における大阪市内に属している。高架化完成前は JR 西日本交通サービスによる 業務委託駅であった IC カード、愛国家を利用することができる。堺市駅より地区駅長が配属されている。長井公園の最寄り駅であり、園内にある大阪市長井陸上競技場でスポーツなどのイベントが行われる際にはかなりの混雑になる。大阪府統計年間によると1日の平均乗車人員は以下の通りである。地上自体は 駅の北側の南高通り、西側の阿鼻子筋が阪和線を横断していたが、電車が頻繁に通過していたため、踏切の遮断時間がかなり長く、開かずの踏切とも呼ばれるくらいの深刻な状態に陥っていた。遮断機を無理やり上げて強引に踏切を渡り、結果痛ましい事故になるケースは後を絶たなかった。このため、この踏切に起因する、 周辺道路の混雑緩和などを目的として、高架化工事が行われ、2006年5月21日に工事が完成し、駅周辺の踏切は消滅した。ありがとうございます。